はい、皆さんこんにちは。今日はですね、私の水槽について紹介したいと思います。今は学校休みなんで、撮る時間がちょっとできましたので、はい、そういうことで、アロワナに興味持ってますけれども、なかなか高い魚ですから、高い熱帯魚ですから、グリーンのしか買えませんですね。そしたらこれはいろいろ理由があって、第3匹目です。はい、3匹目です。なぜこの、アオリマル、はい、名前はアオリマルを買ったかというと、色がちょっと別のグリーンアロワナと違いますね。そうですね、この画質はあまり良くないんですから、そこまではっきり見えませんと思いますけど、はい、見た通りで、鱗の外側が青っぽくて、真ん中がちょっと黄色が黄金色ベースになっていますので、そしてその尻尾のヒレ、専門用語わからない、すみません。はい、尻尾のヒレの形がちょっと特別だなと思ってて、つい買っちゃいました。はい、買った時は今の長さ、より半分しか、はい、半分しかなかったんですが、食いしん坊なんで、はい、今、この友達を食おうとしてましたね。はい、この、唯一、まあ、最初は唯一のタンクメイトのアージェンティアベージャーという、熱帯魚種類、アフリカのチチリット種類だと思いますが、はい、よく分かりませんが、とりあえずこの魚が大きくなると、確かにヒレか鱗がネジ色に輝けると、ネットで見ましたので、買ってみました。今シンガポールにいるですから、熱帯魚はそこまでカニとか、その水替えなど、温度のそういう管理は、はい、難しくないので、もし熱帯魚に興味あったら、シンガポールに行ったらぜひ買ってみてください。はい、この魚ですけど、アジェンティア、まあ、とても、何でも食べるので、唐辛子の種も、食べちゃうんです。はい、性格は、凶暴の方ですけど、このセリマルに、はい、抑えられてますので、威力が出てこないみたい。はい、あとちょっとフィルターについて、説明したいと思いますね。フィルターは、はい、こういうトレー式のフィルターで、全部で、はい、12トレーがあって、中のフィルターの素材は、まあ、ほぼ石ですね。あちこちダイソーとか魚屋で、買ったフィルター素材ですね。ここは、竹炭になってます。確か、その水の浄化をする機能があるとレブリーがあったので買ってみました。はい、
多分、私が餌をやろうと思ってて、近づいてきた。少しだけやってみましょう。これゴムのボトルの中に餌を認識しているようですね。興奮してきたようです、はい、これを少し1さじ2さじくらいの量、1日1回から3回やっています。じゃあ少しこういうのを、青り豆に、はい、あげてみました。食べました。初め買った時は全然食べませんでしたが、今はなんとなく、はい、飢え死になりかけた時から、そういう仕掛けから、はい、食べられるようになりました。いや、しかしアロワナってドロップアイという目が、常に下を見ているかのように見える、病症があると聞いたので、そういう原因の一つとしては、その、餌のやりすぎが可能かと、一応、アロワナを飼っている、皆さんからの意見ですから、はい、そうですね、今はアオリマルを、ダイエットさせようかなと思っています。シンガポールの気温は31から33のあたりですから、そういうヒーターなどは一切不要です。あと電気も何色に変えようかなと思ってます。今ね、なかなか決心がつけなくて、どうかドロップアイにならないでくださいね。セイリンマル、アオリマル、どっちでもいいや。はい、これが初めてアロワナの実際動画ビデオでした、はい、見ていただきありがとうございます。次回あればよろしくお願いいたします。失礼いたします。
はい、終わり。